こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、こちらになります。トミックス JR923 型ドクターイエローになります。で、こちらなんですけど、価格の方はね、Amazon で購入したんですけど、結構安かったんですよ。びっくりするぐらい安くて、びっくりしないか。私が購入した時、その時はね、7786円で購入しました。8000円切ってたんで、あ、これいいなと思ってね、思わずね、それもあって思わず買っちゃいました。ということで、詳しく見ていきたいと思います。で、こちらなんですけど、こちら入ってるのはこの923型の1型というのと、あとこの923型2型と、あと923の7型というのが入ってるみたいです。ということで、後ろはこんな感じになります。では、開封していきます。おお。まあ中はこんな感じで、いや、やっぱいいっすね。じゃあ、詳しく見ていく前に、ちょっとこれ何が入ってるんだろう。こういうのが入ってました。これあれですよね、電源の。ではまずは先頭車の方から見ていきたいと思います。なんかいつもと入れ物違いますね。これ入れ物っていうか袋が、おお。いやー、やっぱりね、すごいっすね、この出来。パッと見すっごくかっこいい。そして横なんすけど、まあやっぱり N ゲージはすごいっすね。はあ。で、ここにね、中書いてます。で、後ろは、後ろっていうかね、こっちはこんな感じで、で、あ、やっぱいいっすね。はい。そして上がこうなってます。あ、ちゃんとこのなんか艶消しのこの塗装も、わあ、いい感じっすね。で、これもまた細かく再現されてますね、かっこいい。そして下はこうなってます。いや、できね、非常にいいんじゃないかなと思います。で、特にこの後ろのこの部分なんですけど、これがね、なんて言うんだろう、ここにね、中間車が当たってこう曲がる時にこううまくなるんでしょうけど、これが非常にスムーズでいい感じですよね。はい。では次は中間車っていうんですかね、駆動車見ていきたいと思います。では行きます。中間車はこんな感じになります。いやー、これもまたすごいですね。2って書いてありますね。で、これ番号が書いてるみたいです。わー、いや、これもすごい。そして、ここも同じようにね、動くようになってます。ここのパンダグラフっていうんですかね、これがね、すごいんですよ。2つあって、これ多分両方とも、あ、やっぱ動く。これ2本ともこんな感じでね、動くようになってます。あ、細かいっすよね、これはすごい。で、裏の方なんですけど、裏はこんな感じになってます。では最後は後尾車見ていきたいと思います。よいしょ。後尾車はこんな感じになります。すごいな。そして、ここに7番と書いてあります。はい。まあ、こんな感じです。
これちょっとこれちょっと曲がってますよね。こっち側に曲がってるような気するんですけど。まあ触って折れたら怖いんで、ちょっとまあ触らないでおきます。あ、いやでも、うん、まあでもいい感じっすよね。ここら辺の成形もしっかりできてるんじゃないかなと思います。いい感じですね。はい、で上がこんな感じになります。うん、そして裏がこんな感じになってます。おう、カシャン、つなげるとこんな感じになります。いやーかっ、ではいきます。はい、じゃあこれでもうちょっと引き上げていきます。こいつがいいんだ。これだ。このストレートじゃない。こっちのカーブだ。ではいきます。ではどんどんスピード上げていきます。ではですね、ここから、一応全開走行行ってみたいと思います。じゃあさらにスピードを上げていきます。今ねメモリがだいたいこれぐらいになってます。まあスピード出てますね。さらにここからスピード上げていきます。これが全開走行になります。なんか先ほどとあんまりスピード変わってない感じがしますね。このドクターイエローはちょっとスピードが遅いかなりスピードが遅いような気がします。遅いですね。まあ、なんていうかな、全開走行でちょうどいいぐらいのスピードみたいな。次はね、逆の方に回りたいと思います。
やっぱり、なんていうんですかね、今まで紹介した N ゲージの中ででは、多分ね、一番遅いような気がします。はい、いかがだったでしょうか。今回はこちらのトミックス JR923 型ドクターイエローを紹介してみました。ありがとうございました。